はい、始まりました。野村がね、暴創造実況、野村がリベンジ編。今回、東北南部系、九州、島津家、九州はもう怒涛の勢いで攻めてるって、相手も援軍送ってこないんで、もう勝てるでしょう。よし、それではスタートさせていきます。こっちからですね。よし。お、戦ってる。岩尾城、どこや岩尾城って、どこやろ。南か。ん、どっかわからんな。ミッキー、あ、ここか。ここも戦ってんのか。まずこっちか。こっちや。お、離れたな、敵。ならこっちか。わあ、ギリギリやな。勝てるかな。きた、毛利元就、強すぎる。なんじゃこの強さ。お任せください。お、こいつ忍者か。援軍やったら、まあ、無視して敵を大幅に弱体化して、よし、よく一方打てば蒸発するやろ。よし、強いな、この手勢で。お、はいはい、攻めてて、うわ、こっち6000か。こいつらをどう向かわせるかな。やっぱこうか。かしこまりました。お、こっちもこうやな。そしてこいつ、捕まりました。やっぱこれ無理やな。3体で、こっち戦ってるけど、米沢城よりまずこっちやな。三船城、狙撃しつつ、よし、こっちを尻から。お、なんか、逃げたければ逃げなさい。敵将、お待ちしました。落としたな。こいつ動いてんの。ここが落ちひんな、ほんま。なんなんやろ。こいつ、ここまで何にもないんかよ。ここ攻めてて、決めるだけか。お、敵将捕らえました。三船城落ちたな。よし、こっちやな。承知いたしました。明智と舞台でこっち攻めて、ここや。問題はここや。進め竜造寺、
楽しくなりました。王女こいつ自軍能力を強化。お任せください。承知いたしました。皆の者、続け。めちゃくちゃ強い技持ってんねんけどな。台抜きしといて、よし、敵将捕らえたり、王女返すか、限界やな。それで、ここは戦ってるのか。4900。きたー。ババナイス。こいつ、突撃させよう。かしこまりました。承知いたしました。お、杉目に落とした。吸収で一気に。よし。こいつ叩き返して。ガンガン攻めよう。これ後ろから送っといた方がいいかな。送れるとこ微妙やな。どこもきついな。少ない武将もそろそろ送っとくか。よし、後ろから送っとこう。何よりマシやろ。織田家の発祥の地やな、この織田っていうの。他どっか兵出払ってんな、多分全部。石田が出せんな、これ。出陣する。多分到着するときこの部屋の。こいつらも多分この部屋の。1200。出陣します。家も御所出せる。戦場で華麗に舞いましょう。でやろ、この辺かな。伊賀も出せんな。出陣するぞ。よし、以上も出せる。出陣します。これ最後の出撃なんな。出陣しよう。これだけ出せば勝てるやろ。2000。これやな、黒以上。駒沢、駒出しとくかも。姫路も出しといて、お、五着とかも出せんな。
ジャックも出せるし。こいつら北切りで行かせるか。強くないな、この辺の武将。けど四国を どっか出せるかな。上位1コマ高槻、ここ行けんな。腕が鳴るぜ。行こうか。お。高槻。山崎城かも出しとくか。ここも出しとくか。あとは桶狭間まだ兵が揃っているな。多分清盛城我が戦な感じかな。お、いいわ。ハサミは真島か。その辺も行けるかな。出陣するぞ。もうこんだけ出しゃ勝つやろ。出るぞ。よし。行ってこい。沢山城いざ行く備え。よし。あ、あやちゃんやられた。東洋全然やな。九州は援軍なしで行けるし、取引御用を受けたまわります。なんもないな。援軍到着し、お敵将捕らえたり。落ちたな。こっからどういっかやな。こうか。お任せください。こっちも潰して。よし。かしこまりました。かしこまりました。捕まえてんな。出陣
する。捕らえたり。なんか捕らえてる。こうとして、こう、あ、米沢城落ちたんか。じゃあ山形城やな。3体で封鎖してて、お、敵将捕獲したぞ。はい、落ちんの。封鎖してすぐ落ちた。かしこまりました。3体をこっちに送って、残りをこっちか。かしこまりました。かしこまりました。ここ全くうちに力攻めしたろも。焼き打ちしたね。この炎、天の怒りと知れ。全然落ちんからな。分身の攻め。よし、耐えきれまい。敵将捕らえたり。すぐ落ちたな、火で。さすが信玄。こいつらこの辺を攻めさせようか。もう一。到着する前に終わるかな。信長動いてね。俺の命に従え。お。攻めてて、我が策、戦場を制す。おお、やばい。ここに援軍が来てしまったが、6200。承知いたしました。かしこまりました。敵の守備、敵を幅に弱くしてから前方の守備強化。こいつを天秤出しといて、よし、まず敵を捕獲に弱体化して味方の守備上げといて、こいつに抑えさせて、どうにか抑えろ。よし、抑え切った鉄砲撃つ。止まれ、止まった。これで一気に鉄砲撃って。ヒルムラ撃て、鉄砲撃て。よし、毛利がやられたか。おお、ギリギリやな。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり。お助けいたします。またかよ。3体で取り囲みつつ、こっちも戦いか。よし、こっち7000。島津義久、こいつ焼き潰せばいいな。承知いたしました。よろしくお願いします。終わんな。始まる前に終わったな。よし、今回はこれにて終了。次回も先月の終始です。報告いたしますぞ。九州の攻撃は止まりませんね。
進撃が止まらずも島津は一気に消えうせそうです。以上、終わります。